音楽以外で長く続けてること。あー、これも聞きたい。ね、これはね、072です。おい、数字で。これは072。これは、ね、そう。俺も新谷も、新谷さんも、お前一緒。巻き込んだ。お前ら。霧翔も一緒。そうだ、僕も072ですね。いつだっけな、小五六から。あーね。目覚め。早いね。もう目覚めが早いね。びっくりしました。僕、ファミ通で、開花しまして。ファミ通ファミ通、どこのページで開花したの？ファミ通は、96年ぐらい、なんかもう、なんかほぼエロ本になってたんですよ。ほう、なぜか。新しいね。スーパーリアルマージャンとかが流行ってた時期で、その、脱水マージャンみたいな。はいはいはい、あったあったあった。ある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 。そこで開花しちゃって。なるほどね。わかるわかる。ちなみに、はい、先生は。え？そう、でも、近い近い。はい、要は、エロゲーあるじゃない。はい、ありますね。エロゲー専用の、雑誌とかも売ってたわけよ、当時。あれがね、やっぱ当時いいよね。なんでいいよねって俺に聞くの？そう、タコみたいなやつが。タコみたいなやつが、こうね。そう、と、なんか女の子が戦ってるみたいなね。ああ！そうそうそう。あれだ、あれですよね。ぬるぬる。そうそう、ぬるぬるのね。絡まれる感じの。そうそうそう。あったなぁ、そういうの。そうなのよ。そう。今日桃太郎映像出版さんから、なんと AV が40本送られてきたんですよ。マジで？嘘！この段ボールに入ってるんですよ。マジで？はい。お前、見たって。マジで？見るな！ちょっと、拝見させてもらって、後で。ちょっと後で、マジ？見てみてください。マジで？テンションが。やっぱね、桃太郎はいいよ。そう、大手だからね。桃太郎の出版さん、読みさんも言ってますよ。そう、もう頑張ってください。はい、長く続けてること。いや、いいよ。まあまあまあ、ライフスタイルですからね。うん、まあそうだね。ずっと続けたい。出た。あ、ちょっとじゃあ、うわ、出た。ラップを。うわうわすげえ。上もファンレターですか？あ、なるほどね。これ、下の方に。おい。おーすげえ。うるせえよ。これはこう、パラダイス。読み上げたら、放送禁止になるようなタイトルもあるんで気をつけてください。オッケー。うーわ、これいいね。来てるよ、これ。うーわ、これはいいよ。すごいですよ、これ。これ、今、この光景、リスナーに伝わんないっしょ。いや、伝わってるはずよ。伝わってますよ。はい、この、これはすごいよ。リアクションで。うん。いや、これいい。これはいいよ。ヨミさん、ちょっとどんなものが良さげですか？あのね、そうだね。その読み上げられる範囲内でちょっとね、見つけていただけると。じゃあ、記事に読んでもらおうかな。タイトルを。タイトル、これ読めますかね。ああ、これは大丈夫ですね。これは、放乳 OL 監禁肉人形。あとね、これ25歳。これはだいぶ俺見てる。あ、これ団地妻の昼下がり。これは大丈夫ですね。あ、そう。これがね、だいぶいい感じですよ。はあ、これ8人の妻、昼間のジョージ8分。いいね。これはすごいぞ、これ。これはすごいね。930分。ああ、いいね。いい。楽しめる。桃太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでお前もありがとうございます。